ここを向きながらこうじゃ絶対入ってこないからしっかり最終形態そうで外に流れるんじゃなくて掴んでもう固定するだけ固定したらあとは勝手に回ってくるから そっから最後もう固定するだけそう基本的には膝体重移動でさ曲げたらこう確かに前に行くけどこれは良くないよ ねもちろんこう力が全部こう沈んでいくとか吸収してしまうからしっかり力を伝える時ってやっぱ固定しなあかんのよ固定するポジションの時にやっぱこうなってるともちろん力は伝わっていかないし最後のひねりも骨盤は入ってこないけどもこれをちょっと外、外というかこれまっすぐないけどねまっすぐ向けるだけでこれが入ってくるこの状態をそうもうほんまに固定して最後キュッ最後キュッと締めるキュッと締めるそうそうそうナイス内からこう絞ってぐわっと体重移動してきてっていうイメージあるやんかそれに対して最後まで膝がこう内に入ってると体は回ってこないよ、うん、そこに対して最後はしっかりと足は自分の行きたい方向にしっかり向けた状態で固定する固定してからドンと入れていくドンと入れていくドンそうその時に必要なのはもう絶対この指なんよ柱状骨ねここが潰れたらあかんからキュッキュッキュッ多分自分でもやってるけど小指手の小指と一緒で足の小指にキュッと力入れて固定してやるそう地面をしっかり噛んでやるちょっとでも疲れたりすると絶対に勝手に落ちてくるからその時コントロールするところはどこだって言ったらこの辺じゃなくて足の裏のコントロールだけで俺はいいと思うもう本当にこの辺ほぐしてあげて柱状骨の位置戻してあげるだけで掴みやすくなるからと安定してくるそうドンタイプそう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 どうなんとなく分かる感じする OK技術のことは分からへんけどさ足の、まあ、つくところなんかももちろんやけど何回も何回も投げてるから一緒のところについてるはずやねんけどもそのちょっとのズレとかつき方のズレってやっぱり百発百中一緒じゃないといけないと思うねんな同じ動作をしようと思うとそれがちょっとでもズレたりとかちょっとでもこれがズレたりするだけでおそらく力伝わってこないからそこのほんまにしっかり練習がもうブレずに100発100中ブレずにできるぐらいのこの股関節の運動性っていうのをしっかりとメモリーしていく自分が乗ってなかったら流れたな打ち行ったなとかっていうのを感じながらやりたいのは膝の向き指の力膝の向きここで回って同じところに戻ってくるそう指しっかりと指しっかりと終了そう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 あと10回1、2、3、4、5、6、7、8、9 OK しっかりとドンもうそこだけでもいいよよーしょ今よかったね強かったねあー体重移動ドンあ全部ここで回転させてドン。ドン。
ナイス。うん、あの着く瞬間にやっぱ、まあ、特にここ不安定やからってのはあるよ。でもその分しっかりと乗ったらこっち側にも倒れるんだから、こっち側にも倒れるし。へえー、あそうですか。あそうなんかな。今ご覧見たらよかったんですけど、そうこれじゃないかなっていうのは。でも自分の中でその感覚が出てきてるのは大きいよ。なんとなくグッじゃなくて、うんうん、よくなってる、よくなってる。普段そこを意識せずにやってしまってたところを意識してやっていこう。そのいやー良くなってるやん。結構マジ大げさなやっててそれか。じゃあそもうこういうイメージですか。後でちょっともう一回ちょっと iPad でそのまま動画撮ろうか。もう全くそんなことないから、むしろそれで行ってほしいぐらいの感覚。これ大げさに外向いてんねんね、全然まっすぐ。このまっすぐな形の方がやっぱ最後までドーンと乗ってきてる。うん、外も開いてないし。そうだから、いや、めちゃくちゃ力伝わってるよ。体がうまいことはグッとこう来てる感じあるね。そう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 。うんうんうん。で実際にこれ自体はシーズン中とか練習してきたらやっぱ体の状態って今日と違うねんか。もっと疲労溜まってきてハムストリングスケツが硬くなってきて、そっち側にどうしても行けない状態があるから、その時に無理して行こうとすると外に流れてしまったりとか、うん、それしてそこはやっぱりこうメンテナンスっていうのは絶対必要になってくるけど、この状態を覚えておくで常にその状態に保てるようにやっぱりこうトレーニングとコンディショニングとイメージとリンクさせていく作業をね、これからやっていきましょう。